皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、昨日行われた J リーグ第1節のですね、まあ、こちらサムネにも載っている通り、柏レイソル上島選手の、プレイはですね、一発退場だったのかというところについて、まあ、J リーグジャッジリプレイ、まあ、ショータイム版をねやっていければいいのかなと思います。まあ、昨年もですね、まあ、ちょくちょく J リーグジャッジリプレイというところで個人的にね、まあ問題の行為だったりというところを話させていただいたんですけど、まあ今期からですが、また VAR というところが再開されて、まあ、より、ね、正確な情報というところがなっているものの、まあ、このプレーだったりはちょっとどうなのみたいなところについて、今回、ね、自分なりに取り上げて喋っていければいいのかなと思います。金曜日に開幕して土曜日に、まあ、8試合ですかが行われて、今日一応日曜日に撮影してるんですけど、それがアビスパ福岡対名古屋グランパスという1試合が行われてるんですけど、まあそれ以降もね、J1 第2節というところも、まあいろんなプレイだったりというところが出てくると思いますんで、そちらね、これを取り上げてほしいようなのがあれば、ぜひコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。ということでですね、このプレイについて話していきたいと思います。はい、ということでですね、早速、まあこのプレイについて喋っていこうかなと思います。まあこのプレイのが行われた試合がですね、土曜日行われました、セレッソ大阪対柏レイソルの試合で、まあ、結果的には2対0で、セレッソ大阪が勝利してね、まあ、奥越人選手の点を決めたということでね、まあ、一躍話題になった試合ではあるんですけど、まあ、その前半35分ですか、に、上島選手のプレーで、まあ、一発退場という形になってしまいました。上島選手はですね、昨シーズンアビスパ福岡で活躍をして、J2 優勝、J2 昇格ですか、というところに大きく貢献して、まあ、今シーズンレンタルバックという形でこの柏レイソルに戻ってきて、まあ、そこでね、J1 デビューという形でこの柏レイソルの開幕戦に名を連ねました。まあそこでね、個人的にも、結構期待している選手でもあって、どういうプレーをするのかなというところを見ていてね、まあこの正直前半35分まではほぼ完璧なプレーというか、まあ J1 初出場とは思えない落ち着きを誇ってね、まあそこで安定したプレーを見せていたんですけど、まあちょっとここに、まあ動画も流れているのかなと思うんですけど、まあなかなかちょっとアクシデント的な、まあ故意ではないという形だと思うんですけど、まあ引っ張るというか、大久保下選手が裏に抜けた形で、まあ誰もいない状況でね、抜け出したということもあって、結果 VAR を含めて、まあ一発退場という形になってしまいました。まあここはね、結構意見が分かれるところだと思いますし、まあこのセレッソ大阪からすると、結構ね、大きかった分岐点だと思いますし、逆にカシャレイソルからすると、まあちょっとこれ厳しいんじゃないかなどの意見もあってね、まあ賛否両論分かれるプレーではありました。まあこの、条件というか、まあ退場する条件みたいなのが一応4つあってですね、守備側と競技者の立ち位置と数ということで、まあ、ここで、ね、抜け出してしまえば、キーパーと1対1ということで、まあ、ここはね、成立するのかなと思いますし、あと反則とゴールとの距離ということで、まあ、ここを抜け出せば、まあ、先ほども言ったように1対1ということが行われます。プラス、プレイ方向というところでね、ですね、まあ、その、裏を抜け出して、まあ、サイドだったり、まあ、そこまで、ゴールに直結するプレイではなかった場合、まあ、イエローに変わってたのかもしれませんけど、まあ、ここはね、明らかに、抜いてしまうとというか、抜けてしまったら、まあ、ゴールキーパーと1対1で、まあ、確実なチャンスというところがあって、まあ、ここもね、該当するのかなと思いました。まあ、あとはボールをキープできる、またはコントロールできる可能性というところで、まあ、裏に抜け出して、ここで引っ掛けられなければ、まあ、もちろんね、そのまま独走状態というか、大久保嘉人選手と1対1という形になっていましたんで、まあ、この4つの条件が全て満たされているということもあって、このね、レッドカードへの判定となったのかなと思います。まあ、正直ですね、自分自身も上島選手を応援しているところもありまして、まあなかなかね、J1 の開幕戦、しかも初出場というところで、まあちょっと厳しい判定になってしまったなというところですけど、まあ大久保嘉人選手も、ね、逆にね、まあここをよく狙っていたなというところもありますし、まあ今期から、まあ昨シーズンはちょっとね、VR というところがコロナの影響などもあってなくなってしまったものの、またね、今期から再開というところで、まあ致し方ない状況なのかなと思いました。まあ捉え方によっては、イエローで済むんじゃないかなどいろいろありますけど、まあペナルティエリア外だったり、まあそういうところを含めるとですね、まあこのレッドカード、まあ多少引っかかってないようにも結構見えるところあるんですけど、スローで見ると。まあ、その、外側の意見というか、外から見て明らかにね、もう一対一を抜けているシーンということを考えるとですね、まあ主審の人もですね、まあこれを取らざるを得なかった状況なのかなと思います。まあ正直ここからですね、まあ第一節でこういうことが行われて、まあこの退場者以外にも、島尾って選手、サムレッチ広島対ベガルタ仙台の試合でもね、まあ同じようなというか、まあちょっと似たような状況でペナルティエリア外で退場という形になってしまってね、まああれは明らかにちょっと危なかったシーンなのかなと思いますけど、まあこちら、それに比べてですね、まあ、まあ難しい状況でありますけど、まあ故意的ではないというか、まあ、
引っかかってきたといえば引っかかってきたような形でね、まあ、引っかかって結局倒れてしまったんで、まあ、難しい状況でありますけど、結局ね、審判の方々は、退場として、まあ、そこからですね、一気にセレッソ大阪の流れになって、まあ、結果的には2対0という形で勝利を収めました。まあ、10人のね、柏レイソルとしても、厳しい戦いを強いられながら、まあ、幾度となくね、チャンスを作れたというのは、まあ、今後に繋がる試合だと思いますし、まあ、上島選手自身ね、まあ、この開幕戦の J1 のピッチに立ててね、とても誇らしいということは言ってましたけど、まあ、ちょっとね、厳しい船出になってしまいましたんで、まあ、ここはね、切り替えて、まあ、2節、次節は出場停止だと思いますけど、3節以降またね、スタメンというところを勝ち取って頑張っていってほしいのかなと思います。まあ、まだね、若い選手ですし、これからが期待できる選手でもありますんで、まあ、ここで凹むことなく、まあ、サポーターの方だったりっていうを応援してほしいと思いますし、まあ、自分自身もね、この注目していますんで、今後の活躍っていうところも期待できればいいのかなと思います。まあ、第一節もね、先ほど言ったように島表選手のプレーだったり、この J リーグジャッジリプレーっていうところはね、いろんなところでね、取られると思いますし、まあ、昨年よりは VR っていうところが導入されて、より正確なものになってると思いますけど、まあそれでもね、まあ捉え方によっては今回のプレーもね、イエローで済むんではないかなどいろいろありましたけど、まあ今回ね、レッドカードということになりましたんで、まあそちらもね、いろいろな、こちらのプレーも取り上げてほしいなどもあれば、ぜひね、コメント欄に書いてくれたら嬉しいです。ということで、今日はこんな感じでというか、J リーグジャッジリプレイ第1弾を終わらせていただきたいと思います。はい、ということで、今回は J リーグ、金曜日ですか、開幕した J リーグの第1節の J リーグジャッジリプレイというところで、まあ先ほども言いましたけど、去年もね、やっていたところに続いて、第1弾として新たにね、新シーズンを迎えましたので、第1弾として、まあこの上島選手のですね、セレッソ大阪対柏レイソルの上島選手の、前半35分の、まあプレイちょっと際どかったんじゃないかというところについてね、個人的な意見を喋らせてもらいました。まあ結果言った通りね、まあこの審判の言うことは絶対というところで、結果ね、レッドカードになってしまったものの、まあ個人的な意見で言えば、まあちょっと厳しかったのかなという意見もありますけど、まあ明らかに、外側から見てもね、まあ抜け出したら1対1ということもあってしまったんで、まあ主審側もね、そこも捉えつつ、まあレッドカードは致し方なかった部分なのかなと思いました。まあまたですね、先ほども言ったように、このプレーに関するね、いろんな、まあセレッソ大阪と柏レイソルのサポーターだけでなく、まあこの J リーグのサポーターでね、見てくれている方がいれば、まあこれに対する意見などもくれたらね、まあ自分の考えにもなりますし、周りの方々とね、そこでも喋られると思うんで、ぜひね、どんどん、このプレーに関する、意見というところ欲しいと思います。またね、先ほども言いましたように、このプレー以外にもね、J1 第1節でもいろいろな際どいプレーっていうところもありましたんで、まあ、J1、J2 問わずいろんなね、リーグのところを取り上げていければいいのかなと思いますんで、そこね、コメント欄にこのプレーやってほしいようなのもあればぜひね、書いてくれたら嬉しいです。ということでですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあね、いよいよ J1 が開幕したということで、まあ日曜日ね、残り1試合残ってますけど、それ以外は一応消化してね、まあ引き分けが多かったなという印象ですけど、まあ、そこからですね、連戦とか続いてルマンカップだっていうところも入ってきますんで、まあ選手の方は休みつつ、頑張ってほしいのかなと思います。ということでですね、次節以降も楽しみにしていきたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた、バイ。